よよ、こんにちは、こんばんは、タイポンです。です。斉藤さん、斉藤さんが出るまで終われま、でー斉藤さん、まあ、俺はね、みんな知ってる。俺といえばもう斉藤さんみたいなところあるから、その斉藤さんで、斉藤さんっていう名字の方が出るまでかけ続けるっていうことを今からやりたいと思います。じゃあ行きます。じゃあ斉藤さんと話す、行こう。さあ、1回目です。斉藤さんがマイクへのアクセスを求めて、斉藤さんがマイクへのアクセス。始めるまでだけ。おーい、久しぶりに聞いたファーストコンタクト、よし、かっこいいね、それファーストコンタクト、さすがだ。まあこれが、ね、斉藤さんの現実なんだよ。セカンドコンタクト。もしもし、じゃがりこ、いや、早っファックユー、これだからね、もうなんだよ、なんで下着で下着を出してくんだよ、こういう風に広告を、下着を。もしもだよ、バーン、もしもし、話さないなら斉藤さんやるな。もしかしたら終わんの1年後くらいかもしんない、これ。なんなんだよ、何話しすら会話すらできないもんね。見せ合いしよう、よかし、女の子って分かったらやるよ。いや、もう最初にカメラつけてね。基本無言です。でも何のために斉藤さんだよ。めっちゃ積んでる今俺。話になんない人が多すぎて、いいこと考えた。何これ、秘密で、分かった、秘密ないし、電話番号あんじゃん、ツイッターで、斉藤さんって名字の方、いますか、だからそれで斉藤さんの人を、名字の人をちょっと探して、で、その人に電話して斉藤さんで繋がったっていう風にすれば、もう動画的に完成だから。そうだな、でしょ、それでいこう。もう仕方ない。じゃあまだちょっと続けていきます、ね、まあ頑張って続けていこう、はい、とりあえずね。いや、出るかな、出るしな。でも普通に喋れるのが前提だからね。まず斉藤とかの前に来た来た来た。もしもし、じゃがりこ、もしもし、じゃがりこ、もしもし、じゃがりこ、名字教えてもらっていいですか。斉藤さん、本当に斉藤、斉藤、斉藤、はい、うわー、やった、斉藤さん、斉藤さん出たー、やった、やった、やめろやめろじゃねえ。ありがとうございます。斉藤さんで、斉藤さんが出るまで終われませんやってたんだけど、やっと終わりました。斉藤さんが出たので。かけてくれ。かけてくれって、なんか、うん、いっぱいいる中でたまたま出てくれたらあれとか、え？あ、俺がかけてくれって言ったって。そう、だから、いや、それ言っちゃダメなやつだよ、それ。動画的に。あ、そう、そう。あ、いや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 、でも、じゃあもう一回最初からテイク2でやり直すか。わかりました。わかんない、わかんない、わかんない、名字は斉藤さんですか？斉藤です。これで良かったです。じゃあこれ動画で使われるんで。はい、ってことなんでね。斉藤さんで、斉藤さん出ましたー。良かったね。よく帰れるね。もうやっ、帰れる。帰れる。終われるね。お前は帰れるわ。終われましたね。どう？ぴったりだわ。いや、終われたね。終われた。